えーはい、あのこの間の選挙を行って以来、なんかあのう、こ,うなんもうこれ以上政治には期待できないのかみたいに思ったのが少し動き出したんで、あなんか少し未来が見えたかななんて感じなんですけれども、えー、玉木さん、不倫ですか。<laughs> まあね、奥さんに謝ってあの、許してもらってください。でもそれはそれれははとしてあの経済政策は 別の話で政治家として頑張ってくださいであの何ですかねその勝った負けたみたいな話になってて何なんだろうその国民不在なその勝ち負けの議論を政治家たちとかやってるのを見るとなんか情けなくなってるるんですよね。あの ようやく玉木さんが出てきていろいろ投げかけたもんでやっと政策を中心に置いた議論になりつつたんですけども前はまあとにかく野党はもう責任ないもんだからどうせあの与党になれないっていうふうなことなのか揚げ足取りばっかして蓮舫さんみたいなとかねもういいか減にしてるけどそんなことのためにやってんじゃなくてど,どうしたらこの。 問題を解決できるのかっててていうのを考えて提案してしほんだよでそれを与党に飲み込ませるとかってのをずっと思ってましたけどもようやくそういう役割を果たすあの政治家が現れたなぁなんていうふうに思っています。でそれでもねまだあのそれじゃ自民党の主張が何とかだとか政府税調のメンツが丸潰つぶれとかみたいなこと何か思ってるんだとしたら。 やめてほしい主権者は国民で国民の生活を向上させるってことのためにそういった組織があるわけですのでそこを考えてほしいと思います専門家の見地からあの国,国民の意見も組んだところで、えー、と専門的な見地も含めてどうしたらこの国がより良い方向に伸びていくのかというところをやってそのための,そのエリートなわけじゃないですか。 なんだかね、その自分たちのメンツとか勝ち負けじゃないでしょうって私は思うんだよね。で、もうこれでダメならね、私、AI に任せた方がよりいいと思います。なんかあの予算編成もですね、あの財務官僚に任せんじゃなくて、AI に合理的にあの配分をあの試算させて、 まあ、最終的に人間があの承諾を与えなきゃいけないんですけどそこは政治家があのよくよくここをチェックしてっていうふうなことでよろしいんじゃないかと思うんですが人間ってどうしたって感情があってメンツがあって、うん、やっぱりそのマウント取りたいっていう,こう人間の古くからのあ遺伝子があって。 そうすると自分のことを度外視して合理的に判断するっていうのはできない生き物だと思うんですそんなに人間の頭脳ってよくできてるわけじゃないですんでね、えー、だったら AI でもいいんじゃないだろうか AI の方がよりあの適切なあ判断ができるんではないだろうかななんていうふうに私は思うのですけれどもね皆さんいかがあのお考えでしょうか。それじゃ